はい、それではですね、季節を挙げる串揚げ、生意気、カンさんのお店に行ってきたので、それのフィードバックをしたいと思います。で、お料理なんですけど、まあ、ビールが、真鍮のグラスで出てきたりとか、まあ、これがお通しですね。で、お魚とか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、こういった感じでありますねと。はい。で、これ、締めのおそばですね。で、お料理の クオリティが本当に高くてですね、かなり美味しいお店なんですよ。なので東京の人、まあ、東京近郊というか行ける人はぜひ行ってみた方がいいです。すごく勉強になると思います。あ、こんな美味しいお店があるんだというか、その串揚げで、まあ、僕そんなに串揚げ屋さん行かないんですけども、ただ今まで行った中ではもう間違いなくナンバーワンのうまさだったんで、そう、全然胃もたれしないですし、本当何個でも食べられちゃうんですよ。で、なんか平均で1人12個ぐらい串食べるらしいんですけど、まあ、僕16本食べたんですけど、それぐらいなんか全然スイ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 いけちゃうんで、味も美味しいですし、ぜひ近い人行ってみてください。ではですね、どうやってまあ売り上げを上げていくかという話をしていきます。でも本当に商品力があるので、あとはちょっとマーケティングやるだけで売り上げぐんぐんぐんって上がっていくので、非常に今後が楽しみかなと思います。でまずですね、まあ、メニュー表がまあこういうふうにいろいろあるんですけれども、まあもう本当に売りたい商品、売りたい商品というか、まあなんだろうな、自信がある商品というのはもう赤く目立たせた方がいいです。例えば僕だったらどうするかなということなんですけども、やっぱりどれを注文していいかがわからないんですよ。なのでもったいないので、例えば数の子のポテトサラダ、もうこれ絶対食べてほしいなって思うので、これも赤にしてしまって、上にそうですね、人気ナンバーワンとかなんかそういうの書いても、まあ、おすすめとかでもいいですかね。これを真っ赤にするだけでも本当に目立って、注文率が上がりますので、はい、であと締めだったらお蕎麦ですかね。やっぱ実際いただいたのもお蕎麦ですし、まあ、関西に聞いてどれを売りたいんですかというところで、まあ、やっぱりお蕎麦を売っていきたいということなので、お蕎麦を赤くして、やるといいですよ。で、まあ、春夏秋冬、春夏秋冬で変わるということなので、それもまた非常にいいですよね。で実際にいただいたお蕎麦がこの桜、桜餅なんですかね、桜餅みたいな感じですごく、桜色の色してて、桜の香りがして春が感じられたので、僕はすごくいいなと思うので、ぜひですね、まあ、僕が食べた中では、お蕎麦とあとは数の子のポテトサラダ目立たせてほしいなというのがあります。もしかしたら他のもすごく美味しいのかもしれないんですよね。アボカドのこのわさびとかでもやっぱり目立たないと、注文する動機がないので、そう。ほんで紙も食べようかなと思ったんですけども、でもやっぱりちょっと目立ってなかったんで、どれがおすすめなのかなっていうのが分かんないんで、結構お客さんって、本当に目立たないと注文してくれないので、目立たせるだけで単価っていうのが上がるんで、ぜひやるといいかなと思います。値段に関してはまあこれで原価が3割前後であれば OK かなと思います。とにかく本当にこの数の子のポテトサラダがうまいんですよね。そうで、あとはですね、高単価商品ぜひ入れたいなというのがあって、じゃあこのお店の場合なんだろうなと思ったんですけども、手書きメニューのところありますよね。でここで、まあ、僕だったらそのプレミアム串っていうので3本で1500円っていうので入れちゃいますね。多分出ると思います。それでも3本で1500円ぐらいのプレミアム串、3本で1200円、まあ、1200円からスタートしてもいいかもしれないですね。で、1本あたり400円ぐらいのもの、そういったものを入れてもいいかなと思います。かなりともかくその、やっぱりクオリティが高いので、そう、今これが一口280円ですよね。これが280円だったら、じゃあ400円のものとか500円のものってどんなの出てくるんだろうっていう、結構ね期待感があるんで、最初はもう数がそんなに出なければ、本当数量限定とか少なめにしておいてとかでいいんで、まあ、プレミアム串入れてもいいかなと思います。で、1本、やっぱりこのお任せだ と, にに、280円ですよね。そう。この280円は僕の中ではかなり安いです。最終的には350円で売っても全然 OK ですね。それぐらいのクオリティの高さがあるので、そう。なので、値上げをしても全然 OK です。ただ、今どれぐらい1日生きてるのかわからないので、それでどれだけね、そのやっぱり値上げをしたらやっぱり何パーセントかお客さんっていうのは離れるので、そこの兼ね合いがどうなるのかっていうところが難しいところなので、もし今お客さんがたくさん来てるのであれば、もう300円とか350円、1回300円にしてまた半年後ぐらいに350円に値上げとかっていうのをやっても全然 OK だと思います。はい。
お客さんがちょっと離れても利益額が、増えるので、そうでもし確実に、なんだろうな、値上げをしていきたいっていうのであればやっぱりリストを取ってほしいんですよね。リスト、顧客リストを取る、で顧客リストを取って、まあ、1000とか2000とか増えてきて、そしたらもう DM 出すだけでお客さんが満席になりますよね。いわばそういった、状態になったら値上げっていうのは全然やってもいけるので、値上げしてもやっぱり、なんだろう、 DM で、 DM とかメルマガとかでお客さんを呼ぶことができるので、リストがあればそう値上げをしてもお客さんが離れない、ね、っていうことができるので、ぜひリストをどん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 取っていってほしいなと思います。はい、でリストの取り方に関しては、まあ、河原崎さん の、 あの伝承メールマーケティングとかですね、まあ普通に何かプレゼントするんでとかでもいいんで、まあとにかくいろんな人がリスト取りをやってるので、それを参考にリストを取っていってください。であとはですね、あそうだ、卓上ポップで、ぜひお酒のおすすめ書いてあるといいなと思いました。なんか串に合う、お酒はこちらって言って、日本酒だったらなんとか、焼酎だったらなんとか、ワインだったらなんとかみたいな、ある程度、まあ、日本酒焼酎ワインぐらいだと思うので、それで書いてあったら、あじゃあちょっとこれくださいっていう感じになるので、それをやるといいですよ。でリストを取るっていうことですよね。そうでリストを取るっていう話をしたときに、結構時々、のこういった人もいるんですけど、いろんなお店があるので、雰囲気がいいお店、なんだろうな、高級店とか、まあ、いろいろあるんですけど、その時にうちのお客さんってなんかリスト取れないんですよとか、なんか、お店に来てるのを知られたくないんですよっていうのがいうお店もあると思うんですよ、これ聞いてる人の中では。でその時に考えてほしいのは、あなたはどういったお客さんと付き合いたいのかっていうことを、考えてほしくて、リストをくれるお客さんとくれないお客さん、どっちと付き合っていきたいのかと、ね、僕だったらリストをくれるお客さんと付き合っていくんですよ、じゃないとやっぱりマーケティングがDM ができないからすごく大変なわけですよ、例えばね、まあ、合コンとかでも知り合ってもいいんですけども、連絡先をくれる女の子とくれない女の子と、じゃあ どっちがいいですかっていうと、くれなかったら連絡できないじゃないですか。そう、いや両思いになりようがないんで、ね、お客さんが顧客リストをくれなかったら、そこ、こっちからアプローチしようがないので、僕だったらそういう場合はターゲットをずらしていきますね。リストをくれるお客さん、まあね、あの全員が全員くれるないってことは多分どのお店もないと思うので、くれるお客さんのともかく取っていって、でそこからなんかじゃあ友達紹介キャンペーンをやるとかね、っていうのを、この、なんかすごいプレゼントするんで友達と来てくださいねみたいな感じで、まあ、徐々に徐々に広げていっていきますね、僕だったら。ともかくリストを取るというのはこれもうマストで考えておいた方がいいです。本当にリストがないと、どん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 大変になっていきます。なぜなら絶対にリストを他の店も取り始めるので、これもう間違いないので、そう、飲食のコンサルタントって僕だけじゃないわけですよね。いろんな人がいて、でそこの人たちもみんな言ってるのはやっぱりリストを取っていきなさいっていうのはもうほとんどの人が言ってるん で、 そ, うでそれで情報って広まっていくの で、 そうでリストを取って良かった、ね、売り上げ上がったところっていうのはもっともっとリストを取り始めるわけですよね。そうでどん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 リストの奪い合いになっていくので、で僕がその、まあ、ビジネスを始めたのが今から14、15年前ぐらいなんですけども、その時からまあインターネットビジネスっていうのを見てて、で当時はあのインターネットビジネスもまだ始まったばっかりで、あのリストを取るっていう概念がなかったんですね。みんななんかブログにお客さんを呼んできて、でそのブログで商品を売るみたいな感じが主流だったんですよ。である時誰かがそのメールマガジン始めるといいよっていうことで顧客リストを取り始めたんですね。でそれも簡単で、ここからメールマガジン取れますみたいなのを書くだけでみんな全然抵抗感がなかったんで、もうバン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 リストが取れたっていう話なんですけども、でもそれがやっぱり広まるわけですよね。あメールマガジンいいよと、メールマガマーケティングいいよということで、どん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 みんながリストを取るようになってきて、そうするとやっぱり中には変な商品を売るとかスパムメールを送ってくる人も出てくるんで、このお客さんがリストに取りに対して、すごく不信感を抱いてきたりとかするわけですよね。だから強力なオファーを出していかないと、お客さんがなんか、メールマガに登録してくれなくなるっていう形になってるんですけども、で飲食の場合もだんだんそういう風になっていくと思います。今はまあ飲食店という、まあ、実態があるんで、そんなにねお客さんが変な感じはしないと思うんですけども、そのうちどこのお店もリスト取りを絶対にやってくるんで、これは、まあ、3年とか5年とかどれくらいのスパンで来るか分かんないんですけど、確実にライバル店とかもリストを取ってきます。これはもう間違いなく取ってくると思います。大手も絶対取ってくると思います。まあ牛角とかをもう取り始めてるとか、まあ、昔からやってますよね。
その味で勝負してるところも絶対にやってくるんで、それはなぜかというと必ずそういったところにコンサルする人が出てくるからなんですよ、うん、必ずリストマーケティングというのはもう間違いなく広まっていくので、ぜひですねリストを取ってない人はリストを取り始めてください、うん、そしてリストをたくさん取れば、それに対して例えばですね、まあ、関西のお店であれば、うんね、季節の串揚げフェアとかすごく僕いいなと思ってて、なんか高級食材を使ったものとか、なんか魚介をな、今回は魚介でなんか行きますみたいな、そういうコースとか、そう。で、締めのおそばはこういうのですよとか、すごくいいですよね。そう。で、そしたら、うん、もう本当、売り上げ予測も立てられるので、ね、で、お客さんがたくさん来るようになったら、まあ、値上げをしてもですね、全然 OK なので、そしたら、うん、客数を減らさず、利益額が増えるっていう形になるので、非常にいいですよ。はい。で、あとはですね、うん、まあ、Facebook、よいしょ。ぜひですね、ネオ Facebook 集客表、カンさん、持ってたか持ってないかちょっとわかんないんですけど、ぜひですね、実践していってほしいなと思います。今、友達が、220人くらいですよね。うん。でも、これも、特に東京、渋谷だったらもう、ほんと、腐るほど、客単価5000円以上のお店っていうのはすぐ見つかって、そこに行ってる人とも仲良くすぐなれるので、ぜひですねやっていってほしいなと思います。白石さんのように本当に宴会だけで、100万以上の予約みたいなこともね全然できるので、席数が広いですよね。50席ぐらいですよね。白石さんのお店も40席ぐらい、蒲田の大森にあるんですけども、 それ可能になってくるので、ぜひやっていってほしいなと思います。で、あと今、まあ、お昼にお客さんが来ているということで、例えばまあプレミアム串を、うん、始めて、そうですね、うん、それを、まあ、例えば無料で食べられるクーポンとかを渡して、まあ、夜に続けるっていうのも、まあ、一つの戦略としてやってもいいのかなと思います、はい、そういうのを考えると、まあ、1500円かなと思いますね。別に注文されなくてもいいんで、なんかそういう使い方、ね、特典として使うっていうのでもありなのかなと思います、はい、ということで、頑張ってみてください、うん、本当にすごく美味しくて、うん、これはもう間違いなく、群馬県の岡村さん、大阪の野間さん、そして東京の菅さんというぐらい僕の中ではちょっとベスト3に入ってますね。これちょっと通いたくなっちゃうお店ですね。かなり美味しかったんで、そう、もしぜひこれ聞いてる方行ってみてください、はい、そしてメニュー目立たせるのは、まあね、これ本当にちょっと赤文字赤にするだけで簡単にできるんで、ぜひやっていってみてください、ね、デザートもこのドラゴンフルーツのシャーベットをこれ赤にしたら結構それだけも出たりするんで、はい、では頑張ってみてください。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。